株式会社秋田ケボの銀行は、かつて秋田県秋田市に本店を置いていた第二地方銀行。終戦後、秋田県に唯一設立された無人会社として、秋田無人株式会社が設立されたのを起源とする。その後、総合銀行に転換し、株式会社秋田総合銀行として中小企業や個人を中心とした営業展開をしていく。秋田県外では、 青森市、広崎市、森岡市、仙台市、山形市、酒田市、大宮市、東京都台東区に店舗を進出させていた。県外店では、北都銀行森岡支店の廃止を最後に、秋田総合銀行及び秋田明保の銀行を由来と、する現存している店舗はないが、東高の仙台支店の跡地に、北都銀行仙台支店が設置されている。1 9八十年代頃から、 池田修造の版画をデザインしたカレンダーを配布していたことがあった。北斗銀行になってからは取り留めになっていたが、2010年代になってから池田作品に注目が集まったこともあって、北斗銀行でノベルティを制作したこともある。1989年に第二地方銀行協会加盟の普通銀行に転換し、株式会社北明けの銀行に改称 県内でのシェア拡大を狙い、うご銀行と合併する選択を取ることになり、1993年に解散。旧本店ビルは、北斗銀行別館を経て、2011年に改装工事が実施され、北斗ビルディングに解消。2012年3月、北斗銀行の秋田武道産サービスがビルを取得し、管理運営を行っている。片野茂長秋田無人秋田総合銀行の核。 代表取締役社長。事実上の創業者。片野京一1973年から1989年3月31日間は、秋田総合銀行社長。1989年4月1日付で、秋田明保の銀行頭取。片野重長の長男。元山剛秋田、明保の銀行代表取締役頭取。日本銀行出身。 ハット後に、新設合併により、現在の青森市の一部となっている。ハット後に、新設合併により、現在の広崎市の一部となっている。ハット後に、新設合併により、現在の酒田市の一部となっている。当該店舗は、現在の埼玉市大宮区となった地域に所在していた。廃止時の位置は、うご銀行の跡地に移転していた。うご銀行仙台支店が、 全身の店舗。北斗ビルディングへの故障変更とリニューアルの実施について。北斗銀行。https www.hokutobank.co.jp、ok、スラッシュニューススラッシュ20110530ド HTM2020 年3月7日閲覧。ありがとうございます。